これ昼間夜この時間に来たら 何の店なのかもさっぱりわからんと思って、そういうとこ多分妖怪通りなのかもしれない。妖怪通り25歳から40代、うん、ちょっとここ年配の人が、あ、そういう、あったみたいな、っていうか、ざーっとなんか続いたような、ような家がね、こういう感じで、あ、こういう、あれ、あれ、見えるかな、これ、こういうの囲ってあった、始まります。今日は、今何時かな？今、朝の5時半。5時半というわけで、来ました。ちょっとねもう営業も終わって、別に大丈夫な時間だと思います。お分かりだと思いますが、こちらが飛び田新地の行き方です。ザ・シンプル。ちょっとね行ってみようかなと思います。初めてなんじゃない。でも Google マップではこの朝の時間帯とかを上げてるやつがあるんだけど、こちらが Google マップのストリートビューでの飛び田新地です。この時間は営業していないので大丈夫です。ただし営業時間中は従業員のプライバシーや肖像権の問題で撮影は禁止されています。ご注意を。すごい、空き家もあるのですね。これ昼間夜この時間に来たら 何の店なのかもさっぱりわからんと思って、昼間やったらもう結構、25歳から40代、ちょっとここ年配の人が、妖怪通り、今はこの辺です。コインパーキングがあるね。繰り返し400円。
24時に閉まるんだよね。とか多分妖怪通りなのかもしれない。ここがポリスボックス。今はこの辺です。もう飛び出しんちってのはなんか昔からのあれで、その訳ありの人が働いとったから逃げれんようになんかそういう壁があったみたいな、壁っていうかザーッとなんか続いたような壁のような家がね、こういう感じで。昔は田園のど真ん中に刑務所の塀に囲まれたような飛び出しんちが存在したようです。こちらが飛び出しんちの図です。昔は大きな壁に囲まれておりました。こんな感じです。とても大きいですね。そう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 、その壁の跡みたいなのが伸びてきてる。神社こういうあれ、あれ、これ見えるかな？ライト。これ。こういうの囲ってあった、囲ってあったらしい。こういうやつ、バーッと一面。うん。というわけで、今日はこんな感じで終わろうかなと。12時から10時ぐらいまでかな、クローズ閉店時間なんで、まあ普通にそういうキャッチとかそういうのがない時間帯なんで、比較的、ゆっくり見れるのかなと思います。しゃあ、まあね、Google マップのそのストリートビューでも上げてたりしてんで、また家で見たいなという人は直接 Google マップのストリートビューで見てみてもいいのかなと思います。というわけで今日はこんな感じで終わります。それではまた。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。